北京市。北京市、北京市は中華人民共和国の首都である。行政区画上は直轄市であり、中国の河北の中央に位置する。人口は2152万2014年であり、中国では第3の都市。世界有数のメガシティであり、極めて高い影響力を有する世界都市でもある。古くは大都、遠京、北平とも呼ばれた。 日本では一般的に北京と読む。この北京という読みは中国南部の方言の党員に由来する歴史的な読み方である。1906年制定の優勢式アルファベット表記でもピーキングと表記されている。中国の共通語である普通話ではと発音しカタカナに転記すると米人。英語ではベイジングと表記し米人と発音している。 国連や北京市の公式サイトにおいても、ベイジングを英語の名称として採用している。ただ以前は、英語圏でも、ピーキングという表記を多用していたこともあり、北京大学を英語で、ピーキングユニバーシティと表記するなど、その名残を残している。満州語では、ベギン、満州文字、メレンドルフ転写、ビギング、または、ゲムヘチェン、満州文字、転写。 ゲムン・ヒーソン、形状の意と呼ばれていた。江戸時代の書物、高原棒、長崎虫目鏡などでは、北京の振り仮名は、北京、発音は、北京となっている。高田露伴の小説、運命では読みを関音で、北京としている。諸橋鉄次、大漢話時点では、北京、北京の二つの読みを併記している。北京とも言う。春秋戦国時代には、 縁の首都で、あざみ、京と称された。州の国とラ陽からは遠く離れ、常に、北方の強度などの遊牧民族の侵入による、被害を受ける辺境であった。旗艦大には、北平と称されるが、満州開発が進み、高栗など周辺国の勢力が強大となると、戦略上、また攻易上の重要な拠点として重視されるようになった。北京市に隣接する河北省、 軍、卓軍は、三国志の英雄、劉備の故郷で知られるとともに、隋の煬代が築いた、大運河の北の起点とされている。東末五代の騒乱期、内モンゴルから南下してきた、領朝は、後進に対し軍事支援を行った代償として、北京地方を含む援軍16州を割上された。領はこの都市を福との一つ南京と定めた。 その後金朝が領を滅ぼし支配権を獲得すると金は北京に都の城を定め中途とした。さらにモンゴル帝国岩朝が金を滅ぼすと大都として岩朝の都の城となりカラコルムに代わってモンゴル帝国の中心となった。主元章が元を北方に駆逐し明朝が成立すると名称は北平に戻され都の城は 南京に定められた。しかし、沿欧に封じられ北京を拠点とした主体、後の永楽帝は千四百二年に県文帝に対し軍事攻撃を行い政権を奪取。皇帝に即位した後北京戦闘を実行し地名を北京に改めた。侵害革命後は中華民国北洋政府は北京を首都と定めたが南京を首都と定めた小介析を中心とする国民政府は 政府直轄地域を意味する直霊省を1928年6月15日に河北省へ北の首都を意味する北京を北平、北平、米ピンビッピングへとそれぞれ改称した。1937年から1945年まで続いた日本軍占領期は北京の名称が用いられ公式には1940年に改名。 日本の敗戦によって再び北平に解消された。1949年10月1日の中華人民共和国成立により、新中国の首都とされた北京、北平は再び北京と解消され現在に至っている。しかし、中華人民共和国の存在を承認せず、南京を公式な首都として、大陸地区への統治権を主張する中華民国、台湾では、 現在でも公式名称として北平の名称が用いられている。北京は河北平原の西北端に位置する。東部は山地、西部は大港山脈、北部は縁山山脈の一部である群島山に接しており、南部以外は山に囲まれていて、全市域の約62%を山地が占めている。北京の最高峰は万里の頂上が延々と続いている。 北部山脈にある東霊山である。北京市街地はこうした山岳地域に囲まれた盆地の中にあり、その平均海抜は20から60メートルである。海岸流域に属し、英定川や潮、白川などが流れるが、これらの河川には普段水が流れておらず水不足が深刻になっている。面積は日本の四国に相当する。の気候区分では、 かつては亜寒帯東気象気候、デュアに属していたが、最新の平年値では、ステップ気候、BSK に移行した。気温の年角差が大きい。また、春と秋は、とても短い。春は乾燥していて、強い砂ぼこりの風が立つ。夏は高温多湿となり、霧やもやが降りる日が、比較的多く雨は少ない。秋には、雨がやや増えるが、夕立ちなど、 特定の時刻に集中的に降ることが多い。冬は低温乾燥で厳しい寒波が襲うが乾燥のため雪はそれほどは降らない。1981から2010年平年値では1月の平均気温がマイナス3.1度、7月の平均気温が摂氏26.7度、年平均気温が摂氏12.9度、年降水量は532.0ミ、mm、リメートルである。 最高気温局値は、摂氏41.9度、1999年7月24日で、最低気温局値は低、摂氏27.4度、1966年2月22日。下部には16市か区を管轄する。北京市の人口は2000万人を突破し、2014年には2152万人となった。戸籍人口1、755万人。 2009年末、あまりで、他に、公安機関、警察に一時住居登録している、流動人口が364.9万人いる、都心人口917.61万人、2008年12月、いる。構成は96%が、官民族で、残り4%は55の少数民族で、構成されている。都市的地域の人口は1。 395万人であり、世界第16位である。2014年の北京市の市内総生産は約2兆1320億元であり、上海市に次いで中国本土第2位である。2014年の北京都市圏の総生産は4811億ドルであり、世界11位の経済規模を有する。 アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて世界10位の都市と評価された。アジアの都市ではシンガポール、東京、香港、ソウル、上海に次ぐ6位である。2017年9月のイギリスのシンクタンクによると世界10位の金融センターであり、中国では香港や上海に次ぐ3位である。 イギリスのゴークが2012年に公表した金融、会計、法律、広告、経営コンサルタントなどビジネス分野を対象とした世界都市格付けにおいて最高峰のロンドンとニューヨークの2都市に次、パリ、東京と同じくアルファ9世界都市として選定された2013年からはフォーチュングローバル500においては東京を超えて 世界で最も大企業の本社が集積している都市との評価を受けている。2015年にはニューヨーク、ロシアのモスクワを超えて世界で最も億万長者が多い都市となった。北京首都計局が公表した2010年の全従業員の平均賃金は年5万415元、約63万円である。月当たりだと4201元、約5万円である。また、 2012年の最低賃金基準は1時間あたり7.2元、約90円、月あたり1260元、約1万6000円である。一方、非全日制就業労働者の1時間あたり、最低賃金は14元、約170円である。北京市は、ハイテク民営企業、研究開発拠点、中国ビジネスの統括拠点としての発展を目指す。 ものと見られる。産業構造では、第三次産業への依存が高い。2003年 GDP の61.4%が、第3次産業である。一方、第二次産業の比率は36.0%で、第1次産業に至ってはわずか2.6%に、過ぎない。ちなみに、中国全体では、第三次産業の比率は32.3%で、 上海でも48.4%である。近年では外資企業の第三次産業での進出も加速している。市中心部では CBD 構想、北京 CBD 計画が着々と進むなど、北京市は上海と並ぶ中国ビジネスの統括拠点としての役割も強めている。このほか北京市は韓国会経済圏、京新規都市経済圏における 中心都市として、周辺地域との経済的な協調を図りながら、効率性の高い発展を志行するものとみられる。また、北京には、多くの大学、研究機関が集中しており、多くの優秀な人材が社会へとすがっている。中央官庁が集中しているほか、中国の最高権力機関である全国人民、代表大会の所在地である。中部先駆司令部所在地であり、 首都警備の任にあたる永住部隊三個次第が市内に駐屯する。国際的な国境警備の任にあたる上海協力機構の本部も所在する。1960年代70年代に町の交通の障害になるという理由で秋代の内城の城壁が撤去された。その後には新たに移動の大動脈として一周約 32km の第二環状線が築かれている。 その外側にさらに3つの環状線が敷かれており、現在6つの環状道路が開通。第7環状道路は現在計画中である。さらに、環状2号線から放射状2 2の国道が国内各地に伸び、北京から天津を経由して、渤海沿岸のタンクまでなど6本の高速道路が建設された。2010年、北京では、 自動車の登録台数が1年で75万台超も増え470万台を突破しており自動車普及に道路や駐車場などインフラ整備が追いつかずに渋滞が深刻化している8月の米紙の記事では世界で最も交通渋滞が深刻な都市に北京を挙げている北京市ではこの状態を少しでも改善するため公共交通優先措置 自動車のナンバープレートによる運行制限などをっており、年間の登録台数の制限を実施するとしている。2013年になり大気汚染は悪化の一途をたどり、北京市も対策に乗り出した。同年9月29日には、市の大気汚染が最悪レベルになった。北京は中国国鉄の中心地であり、国内全省都への直通列車や、近隣諸国への国際列車が発着する。 モスクワ、ウランバートル、ピョンヤン行きの国際列車をはじめ、国内すべての省、市、自治区の主婦を結ぶ直行列車が発着する。経済の中心地である上海とを結ぶ系、ここを鉄道は2011年6月に開業した。巨大ターミナル駅として、中央駅の北京駅や、北京西駅、北京南駅が挙げられる。またその他に、大きな駅として、北京東駅、 北京北駅、高村駅、豊田駅、通州西駅がある。市中心部、郊外の交通は北京地下鉄が担っている。また、2006年には北京市政交通カードと呼ばれる IC カードが導入されており、自動改札機も全線、全駅で導入されている。オリンピックの開催時やその後に急速に路線網が拡大し、 2017年現在計19路線、総延長は 574km である。日本への就航都市、北京電子台が国営放送網として北京に所在し、主として1から10までの番号を振られたチャンネルをそれぞれ放送する。2008年8月8日から8月24日に夏季オリンピック、北京オリンピックが開催された。北京オリンピック、 北京パラリンピックの開催で、通称、トリノスと呼ばれるメイン会場の北京国家体育場を、兼するのに、およそ35万人もの人々が、強制移動させられたとされ、この強制移動は2008年7月28日に、ようやく完了した。また、毎年10月には、天安門広場を、スタート地点とする北京国際マラソン開催される。北京を本拠地とする、 プロスポーツチームとして中国サッカースーパーリーグの北京国安、北京人は中国プロバスケットボールリーグの北京ダックス、アジアリーグアイスホッケーのチャイナドラゴンがある。プロテニスチャイナテニスプロテニスチャイナも開催される。2015年7月31日に2022年冬季オリンピックの開催都市に選ばれる。同一都市が夏季オリンピックと 東京オリンピックを開催するのは北京が史上初である。多くのロック専門ミュージシャンがここに集まり、北京を彼らの音楽人生の始まりとして見る。前衛的なアーティストたちも北京で活躍している。北京は中国国内で最も大学の数が多い。また、聖火大学や北京大学など国内最上級の優秀な大学が所在している。 日本人の語学留学生、標準中国語の行き先は、北京が一番多い。これは、語学留学生を受け入れている学校、大学数が、中国国内で最も多いことが関係している。また、中国の中心地であるため有名な建築物が多く、比較的標準語に近い言葉を話している地域である。中国の代表的な観光都市として知られ、 五十万年前からの人類が生活してきた歴史三千四年の街づくりの歴史七百四年も全国的な政権が遠この地に置いた歴史があり中国の七大ことの一つである北京はことにふさわしい第一級の名称史跡に恵まれており外国人観光客数観光外貨収入は国内第一位である城や天安門広場庭園古くから 市民の居住する街並みであるなどがあり、海外からの観光客も多く訪れる都市である。お参照、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。